どうやら長い間視覚を失っていたようだ。さらわれた後に一体何があったんだ、アイリー。なぜ光を失ったんだ、教えてくれ。どうしたんだ、アイリー。生きて兄さんに会えるのだったら、目を塞ぐのではなかった。何？さらわれた後、私には言葉にすることもできないような絶望しかなかった。でも兄さんにもう一度会いたい。自ら死を選ぶ勇気もない。そんな私がこの世界で生きていくには何も見えないほか、そう思いこの目に薬を。お前、自分の手でやったのか。本当にひどい目に遭ってきたんだな。くそ、許せねえぜ、この子をさらった七つの傷の男って野郎は。しかしケンシロウでない以上、どこの誰が。アイリさん、その七つの傷の男の顔は覚えているのですか。いえ、男の顔は知りません。あの男はいつも黒いヘルメットをかぶって顔を隠していたわ。許せん。それ以上の涙はもう必要ない。え、その目は。まだぼーっとだけど見えるわ、兄さん。ケンシロウ、これは。賢明という飛行をしておいた。いずれ全ての光がよみがえるだろう。な、本当か。信じられない。またこの目で兄さんを見つめられるなんて。やったぜ、やるじゃねえかケンシロウ。よかった、本当によかった。どうやらお前にはでかい借りができたようだ。礼を言おう。積もる話もあると思うの。私たちは外に出てましょうか。ケンシロウさん、本当にあなたは素晴らしい方ですね。では今度は私があなたとの約束を果たさねばなりません。ユリアの話聞かせてくれ。はい、明日の朝またここにお越しください。ケンシロウさんをご案内したい場所があります。わかった。ではゆっくりお休みください。いい夢を。大した野郎だなお前は。今日撃退しちまうし、あのカサンドラだってたった一人で陥落しちまうんだからよ。お前やっぱ最初から違うなって思っていたんだよ。俺の目に狂いはなかったぜ。あ、
どうしたよ、ケンシロウ。俺もかつてレイと同様、一人の女のためだけに生きていた。俺はある男に婚約者、ユリアを奪われた。そのユリアをこの手に戻すためだけに、俺は生きた。だが死闘の末、ユリアの行方を分からず、残ったものは、例えようのない孤独だけだった。くん。それも今日までだって。明日には、キサナがお前の知りたいことを教えてくれんだろ。だったら、今日は俺の酒に付き合え。全部俺がおごってやるよ。いろいろとてめえには世話になったからな。ふん、病み上がりだろう。今日はおとなしく帰って寝たらどうだ。こんな時代だぜ、祝う時に祝わないでどうすんだよ。ほれ、ジャグレ様についてない。おい。